スライディングの当て方がうまいですね。この反角が出ないってしっかり当てるって。スライディングは本当に反応できないんですよね。いや無理だよ。サイコとかならまだ分かるんですけど、セミキャンみたいになったのはやっぱね、でかいですね。まあでもブランカの雑巾とかがセビできるよりは全然マシですよ。いやいや、まあそうだ、あれセビできたらもうそれはもうボールは起こる。チケットを入れて延長しましょう。いつもこういう作業をしてるので面白い。ドグラさんの目がなんか早く見えるんですよね。確かに。クリマイス回して投げを決めて、今度は表また見えない。逆勝利打ったのかな、カウンターヒットってなって、あ、かもしれないけど。無敵の短い弱勝利や強勝利は多分地上で潰されてしまうでしょうね、多分ですけども。さあカウンターヒットからしっかりコンボを使えるで、さあ勝利が使ってまた使って1ラウンド目取ったのはドグラでは、さあまた下のスライディングが刺さる。徐々にドグラさんの方が飛び落とすようになってるからね、マイケルさんもかなりやりにくくなってると思う。画面端まで追い詰めて、ここで垂直ジャンプ、前ジャンプを最速で入れてる。出方をとしてもそのイビックデビリカとかでとりあえず逃げるっていうのが大事なのがあって、食らってもいいんで。一度ベガワープ打ち切り直し、逆にコンボもらってしまう。ええなの。失礼しました。さあまたしても見えない避け攻め、これはゲージ溜まるが出なかったか。もう投げが通ってガメージ、これはワンチャンある。しかししゃがんでいる。あ、しっかりヒットジャンバで決めて取ったのはドグラベガー。7球先にドグラベガーがリーチをかけていく。あ、レフが運量しかいってない。運量も語っていく。リーチになったドグラベガー。マイケルタンも運量は重要だからね。実際運量は重要ですか、本当に試合してる時に。運ってここで押し切りたいが、マイケルタンも黙っている男ではない。さあドグラさん側としてはもうここで決め切りたい。誰だここでマイケルタンのタンの場合割れてしまうか。ドグラタンになってしまうか。これは最後また RF さんの枠取りか。これは最後まで枠を取っていくか。さあ、レースさんの次枠は。レースさんも30分経ったの？早いもんすよ。早いね。え、ってか今さ、瞬間時間1時間じゃない。もう俺来てから1時間も経ったんだ。もう経ったもんね。早いっすね。意外と、時間って。あー、レースさんの枠取りも交えてのこの待ち時間。とてもマイケルさんはイライラしてるでしょう。いや、お前落ち着いてるかもしれない。今、追い込まれて。まあここで、まあ、取り返さないと終わりですからね。いいね、なんかくせえなマジこの部屋。いやー、まあいいか、くせえなマジで。まあやめとこうか、その話。まあその辺はまた後で。まあまた後で、まあ時間まであるから。臭いかーちょっと暑くないですか。若干暑いですね。うん、そう、俺さっきからね、言おうかなと思ってたんだけど。いや、俺も言おうかなと思ったんですけど。じりじりと画面端まで追い詰められて、一本も繋いで画面端。
人が出てきて体力リードを割ったマイケルだ。ここで打っていくがしっかりと前ジャンプで回避。1ラウンド目はマイケル関係。ダメージは安い。投げが通って画面端、見えない。よりいくとなるがしっかりガードしていったけど、もう今のもう一回前出し勝利やってほしかったな。絶対当たるだろ、俺だったら絶対やってそこ勝利。ああこれ取り返したのはマイケルダン。89か。すごい接戦だね。すごい接戦に。野村さんがお腹痛い。トイレ。野村さんお腹痛い。まああと一本乗ったら勝ちですから。まあ、ルールとは最初、まあちょっとやりたいっちゃやりたいんですけど、まあ最初にルールとして言ってないんで、まあやるのも失礼かなっていう。じゃあ笑いましょう。ドグラの保険シリーズ、寒いお腹が痛い。保険をかけても10戦は終わんないぞ。投げが通ってまた見えないセットプレー、しかし重なっていながらまた通る。しっかり表はガードして、しっかりセブキャンしている。ダメージ差が大きい。うわーこれ怖いよ。ケレア何の選択、しっかり裏ガード。よし歩いて投げ、しかしやったらしっかりガード。え壊しも早い。あれダメージ。お互いほぼゴムの状況。差し投げ対決。立ち中継を振って一本目取ったのはドグラメガ。ナイスポイント。さあ待ち待ち、画面端だが最後で一旦切り返す。差し投げ対決。そんなだけからだとイラッとする。なんかイラッと申し訳ないけどメガ使いの手段。しっかり裏ガード、少し安い。中足からチクチクダメ取っていく。上に返す。さあ繋ぎをミスってしまい、これは厳しい状況。投げをしっかりグラップして、さあマッチポイントをこのまま取り切るか。空対空、うわ見えない。2ラウンド目取ったのはマイケル探検。勝てない。投げはしっかりグラップ。あ、波動を立ち合って、しかし弱小量って俺は漏れてしまったか。弱小量っている。今のバックジャンプは怖かった。
EX エコ出していたら大ダメージ。しっかり足してあげたいと。下段食らって、さあこれはベガガはゲージマックスなので、しかし使っていく。ここはしこっている。あー今波合う。そしてゲージも溜まる。これは非常に危ない状況。さあ何やと、この大きな目で決まるか。おう、さあうわー、取ったのはマイケルタン。99マッチポイント。素晴らしい。今ね、初めてセビステっていう防御法をしましたね、土壇場で。さあどっちが勝ってもこれで終了。もつれ込んだ9対9。やばいね。なぜかこうなる10戦は、これはやばいね。さあここでエータも若干緊張しております。エータも確かに熱いね。若干ちょっと緊張しております。ひどい。マイケルお腹痛いのってコメントしてるけど、マイケルか。マイケルたもか。お互いお腹が痛い状況。もう早く保険野郎しかいないこの配信には。早くトイレ行け、トイレ。代わりに俺行こうか。あ、上お腹も星の数も五分状況は。ただ部屋が寒いみたいな。ちょっとドグラさんが吹いた。冷える速度が。お腹痛くなる。お前はしっかりグラップ。エータがしっかりガードガード。投げを竜巻に出して投げ、うわ見えない。立ち受けてしっかり落としてる。バックスタも見えてる。この1本目を取るのは相当重要になる。しっかり立ちだけで落とす。この体力か剣のダメージ量なら全然低いかい。移動投げをうまい。前ダッシュが噛み合ってしまって1本目取ったドグラベがリーチ。マッチポイント。ビリバーね、空中判定になるからとりあえず飛び空中くらいで逃げようって。で、ね、今のは結構難しい。これ結構矢側に逃げる攻撃が安定してますよ。噛み合うのはダメージは安い。ダメージ差は結構開いてきた。勝ち中継2でちょくちょくとダメージ取っていく。そして激怒の画面味ダウンがしっかりコンボ決めていく。投げが通って、ここでは殺しきるか。しっかりガード。うわー、投げが通ってラスト、お互いマッチポイント。これがラストの試合。うわでかい。俺は大きい、大きくダメージをし、しかしお互いゲージを吐き切る。ダメージタイム5分。これはさあ勝利をしっかり見て読んでいるが繋がらない。さあ背びを見てから前に台形。怖い。さあ壊しがけ、しかしただ水勝利が。あここでセビマエステに対してデビリバで取ったのはドグラベガ。ドグラベガの勝利となります。すごい。いやいい試合だった。お互いね、最後のラウンドミスり合ってたのがやっぱりね、これ最終ラウンドって感じだったね。これはいい試合だった。早く立ちさせようぜ早く。